はい、これもね、ポリシーの911、うちの、ターボ S になります。でこれは、タイプ996型、1997の次世代モデルとなるポリシー911。開発コード997型は、911カイラと911カイラ S をラインナップ。で生まれ変わったニューメールは、従来より外形の施したデックトラックズ、ベアドロップ、並みたみ方から変更とあったマルガリヘッドライト、リアルルーム式ドアミラー、120キロで自動的に回転し、80キロ以下で通常状態に戻すと、ベアスポイラーが特徴。325馬力の 3.6 で水平対向エンジンと、911カイラ S では355馬力を発生する、新型車に 3.8 両を搭載する。PASM、アクティブサスペンションはノーマルに加え、スポーツを選択すると、サスペンションがハードな設定となり、石段低金融遊具でスポーティーな走りをサポート。で、911カイラはオプション、さらに車高20センチ下げたスポーツシャーシー、メカニカルアクティブルシル式、ロック付きも両モデルでオプション用意。一方、996型はノンターブル 3595cc、320馬力と 3600cc、381馬力、3600cc ツインターブル、420馬力、同チェーンアップ版450馬力、同レーシングユニット483馬力の計5ユニットを内納。氷を起動するアラールとプログスプリットフォードベジに2つの起動方式が採用されていますね。で、ボディタイプは、クーペとカブリオレのツータイプ。トランスミッションは6速エネティとセパレットセレクターレバーが D ポジションのままでも出力する AD 操作が可能な5速 AAT デプトルベクトスナー。で、320馬力に 4WD 起動のワイドボディ。ターブルークとなる911カイラ 4S、同株用で381馬力が RR 起動の 911GT3、420馬力ツインターボが 4WD の911ターボ、同株用で、483馬力のツインターボ RR 起動、6WD ので 911GT2 をラインナップし、新たにプラス30馬力のハイパフォーマンスモデルが450馬力の911ターブ S、同株料がないなっで、一部モデルは2005年モデルで移行し、価格設定が行われますね。で、GT 系は、2シーター。その他のモデルは2プラス2の設定で、マニュアル車は左ハンドルのみという形になります。それが、まあ、この車になりますけども、なかなかの、これもね、表彰の、ミニカーとして、発売されておりまして、で、まあそれを買いました。まあ強襲の、ミニカーっていうとね、もう随分昔、今からするともう昔の話ですね。もう、18年ぐらい前に出てきて、でちょうど今から10年も経たないか、今からちょうど約4年ぐらい前だったかなに。サークル系サンクスが潰れてしまったので、強小のこのトミカサイズのミニカーというのも販売をやめてしまったんですね。で、まあ、今は細々と作ってるっていうような状態になってしまいましたね。一時はそのトミカをもう超えるんじゃないかっていうふうに言われてた時代があったんですが、まあ残念ながら、まあ、トミカを越すことがある意味できなかった、まあ、そこが非常に残念だったなというところでございます。であと残念なところというと、ここに前ミニカーがちょっとあのミラーがついたんですが、ちょっと片っぽ取れてしまいましたね。まあ片っぽ取れるだけで修理代がね、ポルシェですからすごい金かかってしまうんですけども、片っぽミラーが取れてしまうという事態がありました。で、こういうふうに内装が良い出来で非常にねいい車でしたね。まあそうですね、今は強襲がちょっと孵化するかどうかはちょっと分かりませんが、まあこれぐらいの出来のミニカーで値段的にもちょうどトミカで今のトミカと同じぐらいの値段かな、わずか500円近くぐらいで買えたので、まあ、そうすればちょうどいい良いトミカよりもまあ優れた出来で、これで500円で買えるというのであれば、まあお安かったんではないかなというふうに、思いますね。だから今こそ、まあ、今でももし
長州がそこに例えばサークル系サンクスが潰れてしまったから取引先が潰れちゃったから、もうなかなかそこで撤退しようっていうことをあの考えて、まあそういう暗いとこばっかり考えないで、まあサークル系サンクスがダメになったら他の例えばセブンイレブンとかローソンとかね、まあそういったところあたりで提携を結んでいれば、提携を結んで、そこで活躍していれば、今のトミカよりはまさに勝っていたので、非常にいい勝負ができたんじゃないかなというふうに思うんですけどね。ただ残念ながらもう強勝のミニカーというものはもうなくなってしまいましたので、まあそれが唯一のこう残念なところであったなというふうにね、思います。まあ出来としては非常にいい出来なので、本当にこれが500円足らずの、お金で買えてしまうのかというのは本当にびっくりするんですが、なかなかのいい出来で、非常にそういうところが気に入っている、要素の時代でもありましたね。というわけでどうもありがとう。